ラジオというか2じゃないよのラジオの楽しかったです。だ、髪が絡まってるわ。で、帰ってきてちゃんとやりました。練習公開されてないんかな、わからん、わからんから一応言ってない。うん、こぶちゃかわいい、光ってた、こぶちゃ。ケーキでやす。なんか今日ずっとまきこさんとおった気がする。サイクル何？そう、 YouTube 見てね、おもろいでしょ。カキにはおもろかったやろ。今日もね、ニャンさんと会った。今日もニャンさんと会って、なんかあの、なんかマキコさんとお昼ご飯行ってたんですよって言ったら、私とも行ってないのにっていう、可愛かった。だからなんか、ニャンさんも行きましょうねって言ったら、やだてか、いじけてて可愛かったです。可愛かった。そう、時間がない、久々だった。あ、待って、レナ一個確認してないところがあって、そのまま帰ってきちゃった。まあ、レッスン上いらんやつやからいっか、忘れないようにしないと。メモに書いて、なんか通してやったんですけど、通してやるときに、ここの立ち位置忘れてるとか、ここの振りやばい抜けてるってところはメモするんですよ。一回携帯止めて、音を超えて、ちょっと超えてじゃない、コメント見てもらった、音を止めて。カフェはレナ活してもらわないでも結構です、あれは。レナ活案件ではないですね。マジで、でもなんかずっと一緒におったわけじゃなくて、巻き込んに仲良し。あ、そう、くるみさん最近めっちゃ喋る。まあ、もともと全然喋ってたけど、めっちゃ喋ってたけど、昨日だっけ、一昨日かの公演で、おとといの公演で、着替え中に喋ってました。いっぱいいろんな話を。タキレナさ、制服の目どんなユニット他にやりたいみたいな。狼やってほしいって言われて、かわいい、もうこっちがやってほしいって思うわ。狼やってほしいわ、こっちが、こっちからお願い。ねえ、はじめましてしてね、待ってます。いいっす。で、狼似合いますかねみたいな、かっこいい系もやりたいかなみたいな、でもいろんなやつやりたいですよねみたいな言ったら、かっこいい系も絶対似合うみたいな、もうなんか天使全部褒めてくれて、普通に。え、マジカキニャの動画めっちゃおもろくない？あの YouTube 動画、2じゃないよの YouTube 動画、マジでおもろくない？おもろいんですよ。次はじゃあニャンさんとご飯に行きます。そうです。なんか最初はなんか LINE してて、マキコさんとで、なんかレナはレッスン場に行こうと思ってて、けどなんか全然着替えたりもしてなくて、なんか
まあ、レッスン場行くかって感じで、でなんかゆっくりしてたら、なんかご飯食べたって言われてで食べてないです、びっくりマークびっくりマークみたいな、行きましょうって感じで送ったら、なんか今ご飯誘ってもらえると思ったやろ、誘いませんって言われたから、行きましょうよって言ったらほんまに誘ってくれたガビーンって言ったら誘ってくれましたいや、か切れ長変わんの切れ長変わるんやあ、そう、昨日の公演、21日の公演の終演後動画はちょっとこっちゃんに見せれない動画ですちょっとねえ、言っていい、あの終演後動画あったやんか、あの大岡さんとラブラブしてた動画、あれ本当はなんか大岡さん、レナが並ぼうって思って、なんかまあ研究生やしと思って後ろおったら、大岡さんがなんか並ぼうよ2人で、でもう反対側から来てくれて、トコトコトコって来て、あ、お母さん来たと思ったら、なんか一緒に並ぼう横にってなったんですけど、ちょっと人数のあれで別れちゃって、こうやって二人でいたけど一人前に行かなってなって、お母さん行って、で二人でラブラブしてました。けどせよあえてひどい顔をする。それな、なんか特別出演してた。あの前回、前回前の週。そう、変えてない、食べてないですって送った。食べてないです、行きましょうって。そしたら誘いませんって言われたけど。マジ、マキコさんめっちゃ積んでるやねん、 LINE めっちゃ積んでるやねん、めっちゃ積んでるですね言ったらうるさいみたいな。でも会ったら、まあ会っても積んでるやけど、ちょっとだけけど、なんか LINE がね面白いちょっとこっちゃんに怒られそう。もうこっちゃん見てるか、さすがに見てるかな、ちょうどそれだけ見てない感じ出してほしかったなって思ったけどいやマジ今日のあの2じゃないよ YouTube 動画を見てほしい、マジでマジで見てほしい。ボンジュールとかドスコイとかみんな何で呼んでるん、こっちゃんのことこっちゃんって人少ないかいじけちゃうんですよこっちゃんいじけちゃうからね、ちょっと控えめにしないと、ちょっとバレないようにバレないようにラブラブしないと、ラブラブするんかいって感じなんですけど、ちょっとバレないようにねしないと、ちょっとお怒りモードなのでけどせよー、無理無理ー、どすこい、ボンジュール、ドスコイ多いかも、確かにドスボンはあんまり聞かんな、コイコイ、確かに確かにう
ドスボンっておるん？そっちの方がさ、なんかめんどくさくない？呼びにくそう。どうなんだろう。土曜日ありがとう。木曜日の公演はなんだっけ、明日時間、あ、声出しかだよね。ほのさん捨てたんかな、確か。楽しみ。SK 入って一番激おこやったん、マジで。そんなんじゃあの動画絶対見せられへんやん。やば、そう、結構怒られるから結構本気で怒られるから、ちょっとね、控えめに控えめにラブラブしたいと思います。え、そう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 、こっちゃんもなんかキミエさんのこととかめっちゃ好きな気がする。でもキミエさんも多分レノのこと好き。キミエさんも多分レナのこと好きですね、多分。これはまあ好きだと思うんですよ、結構。キミエさんは絶対レナのこと好きやな、多分じゃないですね、絶対。ワンチャンレナよりレナのこと好きな可能性ある。ワンチャンね。いや、マジ、キミエさんは結構俺のこと好きやと思う。ガチですねこれは。いや別にレナはあのやり合わんでもキミエさんがレナのこと好きやから、はい。すいません、それはもう私はなんか普通にいてもちょっと多分好きですね、キミエさん。K2 いい制服だっけ、22時か26か26って K2 だっけ。 K2 か、時間がない。え、マジキミエさんほんまになんか一生話しかけてくれる。なんかマジでなんか目とか合ってないのになんか寄ってきて、カキレナどう、調子どうなの。ええ調子ですかみたいな。カキレナ今何レナなのみたいな、さ、なんかめっちゃ嬉しいですね、そういうのめっちゃ。え、マジでなんか普通さ、なんか目とかあって、なんか今日どうだったとかさ、やん先輩たちって、けどマジで目とかあってないのに、なんか普通にレナが立ってたらもうさってここに来て、なんか来たなーって思ったら、クギレン調子なのどう最近みたいな。え。はい、すいません、マウントじゃないんですよねこれは。でも事実で、すいません、すいません。そう、あのあやさんがあのキミエさんに言ったっぽい、そのなんかいつも何レナか聞くみたいな、で聞いてきますね2人とも、かわいい。かわいいっす、やろ、想像つくやろ、似とんねんなあれな、マジで。なんかモノマネできてないってよく言われんね、人のモノマネ得意って思ってるねんけど、人のモノマネしたらなんか得意じゃないってよくみんなに言われるんだけど、結構特徴掴んでる気がすんねんな。最近どうなのみたいな聞かれます。今日まつげたばかんにしてなくて、なんかボサボサに見える。
それがマウントおもろ。いや、しんちゃんの声もね、別に得意じゃないですね。いつ言ったんやろ、そんな。最近ボスベイビー見すぎてほんまにやばい。もうシーズン3まで見てもて悲しい。終わっちゃいそうで悲しい。もうちょっとで。そう、かきれなにしかならへんってモノマネしても言われるけど、結構特徴掴んでるんよな。え、そう、マジ学校の先生のモノマネとかしてもさ、なんかさっきさ、なんちゃらなんちゃらって言われ方してんって言ったら、友達とか絶対え、誰誰やろうみたいな言ってきて、え、正解みたいな。マジ似てるから。ちょっとあれなんですけど、結構モノマネは得意なんですよ。特徴つかむのって言った方がいいんかな。モノマネより、モノマネではないか。なんかクレヨンしんちゃんはなんか一周ごとに増えていくみたいな、なんか確かそんな感じだと思う。だからもうちょっと経ったらまた新しい話が出てくるけど、元ネタ分からんくてもなんかこんな特徴の先生なんやろなーって分からん、なんか感じひん。分からんか。分からないですかね。今ってなんかゾンビって名前のあれなんや。ね、ゾンビらしい。痛い。かぼちゃやと思ってた。そうなんや。え、めっちゃ言われた。なんかあのポリスでしたんですけど、なんかあの何も持ってないのみたいな言われたんやけど、あれ実はあの載せれないんですよ、写真に。写真を撮れなくて、なんか危ない系っていうか、あの鉄砲となんだっけ、手錠とかがなんか載せれへんねんな。なんかなんて言うんやろ、ダメですみたいな感じで誰かが言われて、誰やったっけな、なんか写真をそれで撮って載せようと思ったら、そう、載せれないってなって、え、あかんのやってなって、そう、そんでなんかあのもういいやと思って、だって写真も撮られへんしあげられへんのやったらもう持っとく意味ないかなとか思って、そう、ダメなんですよ、危ない系ダメで。そう、実はね、なんかシールとか貼ったらよかったかな、分からんけど。実はね、そういうあれだったんですよ、本当はね。全身写真撮ってないねんな、2日目。そう、撮ってなくて、時間なくてさ。そんな可能性あるからさ。そんな可能性あるんよ。
そうやねんな。ちょっとレナもさ、みんなのこと捕まえたくて捕まえたくて仕方なかったから用意しようと思ったのにあかんって聞いてマジかと思って。そう、実はね、そう。実はなんですよ。そう、撃てないし捕まえられないっていう激弱ポリス激弱ポリスでした。激弱です。そう、狙い撃ちもしたかったんですけど、ちょっと残念ながら悲しかった悲しかったって言ったらちょっとやばいやつみたいになるけど、外れんくなったらおもろいカチャってしちゃったら。激弱なんですよ、あの時は。狙い撃ちしようと思ったけどダメでした。ダメ、残念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 。あー、明日公演だ、頑張ろう。でもなんか最近公演がなんか楽しみ、いや毎回楽しみなんですけど、なんか最近よく楽しみに、もうなんか前日から楽しみになる、なんかそういうたなんて言うんやろなまあ普通に楽しみですね。特にアンダーとか結構好きですね。楽しい楽しい。なんか全部例えば3日連続公演だけど3日連続同じ公演とかやったらさすがにちょっとなんかって感じですけど、そうじゃないから、そうじゃないから、なんか明日はこれか明日はこれかみたいな大変だけど、なんか逆にさ公演詰まってる方がなんか予習とか少なめに済むから楽しみです。すいません、コメント読んでなくてふてくされ謝り、今日もすいません、コメント全然読んでなくて、すいませんすいませんすみ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 ませんでした、はい、すみません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 おやすみ、また明日チーム K2 公演、時間がない公演です、見てね、バイバーイ、さようなら、ありがとうみんな優しくしてくれて優しくしてくれてありがとう、おやすみなさーいバイバーイ。